トネちゃんです。今日はですね、ルルの秋服を皆さんにご紹介したいと思います。皆さんルルはご存知でしょうか？結構さ、私もインスタの広告とかでめちゃめちゃ見てたからずっと気になってて、しかもすごい可愛いからさ、ちょっと今回は何点かゲットしたので、それを皆さんにご紹介したいと思います。それでは最後まで見ていて、おくんだまし。ではですね、なんかいつもやったらこう一着一着着てってご紹介するんですけど、今回はですね、ちょっとコーデごとでご紹介していきたいなと思っております。じゃあまず1着目はですね、私が今着ているこちらのブラウスです。これめちゃくちゃ可愛くない？こんな感じでですね、結構ね、もうザ・フリルブラウスって感じですね。このね、袖もね、めっちゃ可愛い。こんな感じで刺繍になってて、ここもフリルになっております。後ろはね、こんな感じになっております。ここがさ、全部閉まっちゃってるともう結構ザ・ラブリーガーリーって感じがするんですけど、この首元がね、ちょっとだけ V っぽくなってるので、意外とね、カジュアルな感じでも合うかなと思います。で、このブラウスと組んだコーデが2つありまして、まずじゃあ1つ目ですね、こちらです。じゃーん、こんな感じのキャミソールワンピースでございます。もう本当にね、シンプルな感じなんですけど、紐がちょっとね、切り替わってる感じのもので、結構大人っぽい感じで着れるかなと思います。ここにね、チャックがついてるので、脱ぎ着はねできるんですけど、結構ね、細身な感じはしましたね。でね、丈はね、そんなに長くないので、低身長さんでも着れるかなと思います。で、これとこちらですね、レオマードバッグでございます。めちゃんこ可愛くない？これね、中開けると中はピンクなんよ。ちょっとギャルっぽいかしら。でね、ここにね、ポケットが一つついてて、ここね、こんな感じでくくれるようになってるんよ。普通になんかエコバッグとして使うのも可愛いかなと思いました。でね、このバッグと、そしてこちらの靴でございます。こんな感じ。普段ね、あんまこういうの持ってないんですけど、コーデくんで見て思ったけど、すごい何でも合わせやすいし、やっぱ高さがあることによってめちゃめちゃスタイルアップするなと思いました。でね、この靴、あのね、ここのかかとの部分に結構なんかクッションが効いてる感じがあるので、私ね、かかとめちゃめちゃ靴ずれするんやけど、これやったら大丈夫かなと思いました。革もすごく柔らかいので、足にね、馴染んでくれる感じがあるかなと思います。ではですね、この 1,2,3,4 つでコーデ組んでみました。こちらです。なんかね、このコーデは大人ガーリーって感じです。結構ブラウスで甘めな感じがするんですけど、このキャミソールワンピースがちょっとすごい大人っぽい感じがするので、意外とね、こう甘々になりすぎないかなと思いました。でね、このワンピースが結構ツルツルサラサラした生地なので、全然今からでも着れるかなと思います。ブラウンなので、そんなにこう色味を気にせず着れるかなって思うので、春夏秋ぐらいまでだったら全然着れるかなと思います。冬はちょっと寒いかもしれないです。ではお次はですね、またまたこのブラウスとコーデ組むんですけど、こちらです。またブラウンかーいって感じやけど、こんな感じのね、サロペットを買いました。でね、これがね、結構丈が長めでした。なので、本当にね、こういう厚底系の靴が必須かなと思います。これがね、何が可愛いって、このね、紐の部分、肩のここの部分がね、こんな感じで2つになってんよ。これめちゃめちゃ可愛くない？で、意外とね、お尻周りとかもゆったりしてたので、ほんまに着やすかったです。こちらも結構サラサラしてる生地で、なんかさっきのよりはツルッとした感じではないんですけど、まあ、全然ね、今からでも着れる生地感です。もうザ・秋って感じじゃない？私さ、ほんまにさ、今年特にサロペットとかロンパース系がめちゃめちゃ好きで、しかもね、これはね、だいぶハイウエストの切り替えになってて、パンツの部分がすごく長いので、マジで足長く見えます。ではですね、この3つで組んだコーデがこちらです。今回はですね、がっつりカジュアルって感じです。いや、めっちゃ可愛い。このコーデ最高に気に入っております。さっきはね、結構ね、ワンピースだったので、普通になんか女の子らしいって感じがしたんですけど、こっちはパンツスタイルなので、大人カジュアルがね、好きな方はもう絶対にめちゃめちゃ使えるかなと思います。もうとにかく着やすくて、すごい動きやすくて、もうこんな感じでね、死ぬほど動き回りましたで、やっぱりね、ズボンの丈が長めなので、まあ厚底の、まあ今やったらね、まだサンダルとか履けると思うんですけど、ちょっと厚みのあるスニーカーとか履いてあげてもいいかなと思いました。では最後ですね、最後はですね、こちら、じゃーん、レオパードでございます。もうレオパード好きすぎな。こちらはですね、レオパードのね、こんな感じでフリルがついているワンピースでございます。で、ね、ウエスト部分にこんな感じでリボンがついているので、まあ前で結んでも後ろで結んでもどっちでもいいかなと思います。丈もね、157センチの私でそんな長くなかったので、低身長さんでもね、こちらも着れるかなと思います。で、このワンピースと最後にですね、こちら
ちら、ワニ革っぽいバッグをね、買いました。中は普通にね、ポケットとかも何もついてないんですけど、マチもね、しっかりついているので、結構ね、ペットボトルとかも余裕で入るかなと思います。他の2つのコーデと違って結構もうザ派手って感じの格好なんやけど、めっちゃ可愛いと思って気に入っております。ちょっともう早くコーデ見てほしいから、もう、はい、こちらです。めっちゃ良くない？最高に可愛い。私ね、あんまり V ネックの服着ないんですけど、このワンピースの V やと全然いいなって思いました。なんかね、やっぱ首の部分が V になってることによってすごいスッキリして見えるので、大人っぽい感じにも見えるかなと思いました。で、このね、リボンは後ろに結ぶとちょっとお姉さん感が出て、前で結ぶと結構可愛い感じが出るかなと思いました。生地がね、そんなに分厚い感じではないので、ちょっと寒さ対策はどうかなと思うんですけど、でもこれにね、黒のタートルとか白のタートルとか入れるのめっちゃ可愛いと思う。レイヤードスタイルでも全然着れるかなと思いました。あとはやっぱりね、切り替えがハイウエストなので、こちらもね、足長効果がすごくあるかなと思います。で、このね、パープルのバッグも紐がね、意外と長いので、全然肩からもかけれる感じでした。すごくね、革自体が柔らかくて、めっちゃ軽いので、持ちやすかったです。はい、ということですね。いかがだったでしょうか？これが私のルルのお洋服でございました。で、今回はですね、ルルさんからなんと専用クーポンをいただきまして、概要欄に記載しているクーポンコードを入力すると割引がね、効くので、ぜひね、今回気になったお洋服があった方は使ってみてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram や、そして TikTok もやっているので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。